長瀬角と高橋海人、二人の金プリ、日テレ新番組の長尻品館。下がる現場テンションとジャニーズキャスティング注意例の二重句。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 5月22日で、平野志洋26、岸優太27、神宮寺優太26の3人が、脱退及びジャニーズ事務所からも退場、岸の宮城退場、し、高橋海斗24、と長瀬恋24の2人組ユニットへと生まれ変わった QNG& ピース。7月からは2人のニーカップ番組、筋トレ。 仮日本テレビ系のスタートも決定しているが、どうやら暗雲が立ち込めているようで、筋トレ、仮には5月20日に最終回を迎えた5人のキンプリの冠番組 t n g p n s ルカラスタッフやサポート芸人の劇団、一人46アンタッチャブルの山崎ヒロナリ47も続投。ツイッターアカウントなども引き継いだ、事実上の、キンプル。 ノリニューアル番組だ。k n g b o s s はじめ番組出演者たちが世の中のお金にまつわる様々な疑問を体あたりで調査し、最新の金銭感覚をトレーニングする新経済バラエティー。と告知されており、高橋と長瀬は同番組について番組タイトルの金トレ、狩りは金プリとお金、金。 のトレーニングという二つの意味が込められているらしく、実際どんなハードなトレーニングが待っているのか、今からドキドキしています。とコメントを寄せている。ちなみに平野・神宮寺、騎士の脱退日と同日である5月22日、日本テレビでは社長定例会見が行われていた。同局の福田博之取締役は、 彼らはすごく頑張っていただきましたし、金プリの冠番組を編成して5人の才能と一緒に番組を作れたのはとても幸せだったなと私だけじゃなくて番組関係者すべてが感じていると思う寂しい限りですが5人のメンバーの皆さんに感謝の気持ちを送りたい。それぞれの道で今まで以上に輝いていただきたいことを祈っていますし、今後の金プリも引き続き応援していきたい。 と、ねぎらいと感謝のコメントを残している。資格金プリの魅力を伝えていく番組のはずなのに。今後の金プリも引き続き応援していきたいその言葉に嘘はないだろうが、実のところ制作サイドの指揮は5人組時代より下がってしまっていると言います。ね。というのも、同番組は金プリの魅力を伝えていく番組ですよね。 それが二人になってしまい、番組制作がめちゃくちゃ難しくなるからです。同局の嵐の冠番組だった、嵐に仕上がれ、もそうでしたが、キンプル。ワゴニングループがわちあわちゃ企画を楽しむというノリの典型的なアイドル番組で企画の方向性や盛り上げ方も非常にやりやすかったんです。そう制作会社関係者は指摘する。 二人組になったことでわちあわちゃは難しくなる。金プリファンが見るわけですから、ゲストにジャニーズやイケメン俳優などを呼ぶのも違いますよね。だからこそ、しっかりテーマを決めないといけなかった。そこで、経済バラエティというコンセプトをつけたわけです。ただ、長瀬さんと高橋さんに経済のイメージがあると聞かれると、ですよね。 また、番組継続は行政も影響していたと言いますね。全道。結果的に、キンプルは、平野、騎士神宮寺が脱退直前の5月20日 SP 半の放送でグランドフィナーレを迎えたが、同番組は今年の9月末、遅くとも年内いっぱいで終了とも報じられていた。日テレとジャニーズは24時間、テレビなど関係が深くて密月とも言われています。 が、キンプリの3人の脱退は日テレにとっても本当にね耳に水だったと言います。同局は5人を24時間のメインパーソナリティにし、冠番組を作り、将来、嵐のようなスーパーグループになってもらいたいと先行投資してきたわけです。それなのに、突然の脱退でおじゃんに。だったらと、霧のいい先の4月の改変期に、キンプル。 終わらせたかったのをやはりジャニーズとの関係で延命したという話もあります。そして、キンプル。終了決定後も新生キンプリを売り出すために話し合いが行われていたのではということです。予前道キントレ、仮についてはキンプリファンからの信頼度の高いキンプル。スタッフ劇団一人と山崎が続投することもあり。このメンツで、一安心。 新たなスタートって意味ではね、信用と信頼しかないし、筋トレ、借りって新しすぎるし、ひとりさん、ザキヤマさんと一緒手だけでもう泣き笑いです。本当にありがとうございます。簡単ふ、と好意的な声は多い。近く、蜜月、日テレのジャニーズ離れ、しかし、その一方で、 あの魅力満載だった三人がいない寂しさが目立つようだとレン君海ちゃんが痛々しくなるから無理してる感が出るようなら企画を練り直してほしい。経済バラエティ二人の魅力がそこに活かせるのかな楽しみなような。心配なような。でも日テレさんありがとう。 このメンバーで番組を続けるのは全然いいのですが、経済バラエティはつまらないという仮想ういうのファンは求めてないと思う。当たり前レストラン、米印、キンプルの人気コーナーとかは二人先山ゲストで継続できるしその週によってテーマ変えて今までに近いものをやってほしい。といった。 経済バラエティという新たな方向性を疑問視する声も SNS には多く寄せられている。また、ジャニーズと日テレの関係にも変化が出てきているようだ。発端はジャニーズ事務所の創業者であるジャニー北川氏去年87の加害疑惑です。これが一向に収束する気配がない。 日テレでは嵐の桜井翔さん41がニュースゼロの月曜キャスターをしていますが5月15日放送会でこの問題を取り上げましたが桜井さんは画面から姿を消しマックのうどうゆみこさん54のみで対応その後桜井さん出演会でジャニー氏の闇に一切触れない姿勢に批判の声が殺到し続けているのも 現在進行形の出来事です。前での制作会社関係者。もともと日テレは、キンプル。以外も嵐の嵐に仕上がれ時代の、ザ、鉄腕。ダッシュ、さらにはジャニーズ主演ドラマの多さなどで知られている。そしてそんな日テレでもこれまで通りのジャニーズタレントの積極的な起用を改めるといい起用はその時の状況を見てというキャスティング注意例が出たと言いますから、ね。 絶対 NG ということでは決してなく、ベタベタしすぎないようにというニュアンスとのことですが、今、ジャニーズとの密月が全面に出れば、間違いなく日テレにも逆風が吹いてきますからね。ですが、そうなると決定実行である、筋トレ、仮、はともかく、それ以外の部分で日テレでは新生金プリを使いづらくなる。もちろん、ジャニー氏問題が沸騰している今、 というのが大きいですが、とにかくジャニーズには強い逆風が吹いており、キンプリ、そして彼らの新番組、キントレ、カリ、仮にも追い風は吹きにくい状況があるわけです。ファンのために、と二人組としてキンプリの野豪を守った長瀬さんと高橋さんですが、その道は決して平坦ではないですね。全能。デビュー時からの深い付き合いである日テレとキンプリ。 両者の今後の関係は近く、ジャケ者控えめに行って最高。二人キンプリ、初の TikTok 投稿は新曲発表トークで、5月29日投稿動画が新体制になったキンプリにとって初の TikTok 動画となった。